スクールガールストライカーズはスクウェアエニックスから発売されたスマートフォンけ基本無料アイテム課金制のソーシャルゲームである。豪華な声優による魅力的な女の子、豊富なコスチュームとアクセサリー、簡単で派手な 3D 変身バトルの3つをセールスポイントとしている。略称や略記にはスクスと SGS などがある。キャッチコピーは旧友が戦友になる。これは もしもの私の物語、など。本項目では、リニューアル版である、スクールガールストライカーズニア、各、メディアミックス及びスピンオフについても合わせて記述する。本ゲーム単独以外の歴史は、企画を参照。故障されているジャンルは、ライトノベルとロールプレイングゲームを掛け合わせた、造語の、ラノベスタイル RPG。モードは、対戦、ミッション、冒険チャンネル、 ストーリーなどに大別されている。様々なミニゲームも順次追加されているため、別のゲームジャンルとしての一面もある。確実なデータのバックアップは、スクエア・エニックス・ブリッジにゲームを介して、任意で登録することで無料で行われ、登録すれば、スマートフォンの機種間および iOS、アンドロイドのカ間の移動も可能となる。対戦 P を消費して進める、他のプレイヤーとの対戦モード。 戦闘はチーム編成であらかじめ組まれたメインのストライカーチーム5名による合計 HPATK を基準にランダムで発生するスキルとアビリティによる補正、ランダムで発生するコンボ攻撃、そしてアシストチーム5名からランダムで選ばれる1、または2名のアシスト攻撃を合わせたターン制で CPU によって自動的に行われ相手の HP を先に例にした方が勝利となる。 EXP を稼げるとともに、常設ガチャなどで使用できるアクセポイントも獲得できる。定期メンテナンス後に追加される特訓期間が開催されるモードでもある。探索 P を消費して進めるモード。キャラクターをタップすると発生する会話を繰り返しながら進めていき、発見した妖魔や旧式妖魔と戦って EXP や強化ポイントを稼いだり、アイテムを拾ったり、 フレンド対象となる他のプレイヤーと出会ったりする。クリア条件として、進行度と残り妖魔が設定されており、進行度が100%になると、ボス妖魔が出現し、倒せば、残り妖魔のカウントが一つ減り、規定数を討伐すると、クリアとなり次のエリアやミッションが解放される。エテルニアという、エテルノとは別のチャンネルの世界が舞台となっており、 登場キャラクターは、エテルノに登場する38人にそれぞれ対応する、チビキャラである。キャラクターのうち5人をクエストに挑戦させる。クエストの所要時間は、基本的に6時間か12時間である。所要時間は、探索 P から変換可能な冒険 E を消費する、ことによって短縮できる。キャラクターにはジョブを設定することができ、ドラゴンクエストシリーズや、 ファイナルファンタジーシリーズを彷彿とさせるものになっている。クエストの途中の分岐点での分岐先の決定、戦闘などは自動で行われ、主にキャラクターのジョブや冒険者 LV が戦闘結果に影響する。いずれかの終着点に到達することができれば、クエスト成功。新アイドが LV100 以上のキャラクターを一人連れて行き、心 P を一消費して、精神羊馬と戦う。 キャラクターの攻撃力は、心 ATK と呼ばれ、これまでに獲得したそのキャラクターのメモ化の総数を元に計算される。撃破成功するごとに、200以上の信愛度上限を1ずつ解放できる。解放する親愛度 LV、15ごとに第1回、第2回と呼ばれる。第2回に挑戦するためには、そのキャラクターで第1回を最後までクリアしている必要がある。 2020年5月のメンテナンスより登場した新コンテンツ。当作における干渉モード。期間限定で追加される。画面左にある投票箱のようなアイコン他から入れる。様々な企画に対する要望や人気をプレイヤーに決めてもらうアンケート機能を担っており、劇中ではその名通りの生徒会による全校調査というからだ。ホーム画面の背景として表示される部屋の 天井や壁などのクロス、棚や机、ベッドなどの家具を変更することができる。家具は探索で入手可能な家具ポイントで交換可能なもの、期間限定でステラコインで購入するもの、イベント報酬等がある。メニューのマイルームボタンから入れるほか、ホーム画面で下にフリックするとマイルームボタンが表示される。当初、ゲームメニュー上で イベントプレイバックから選択していたミニゲームの収録項目。劇中では、火の宮にほが中心となって5次元時空の境界の一つに建設されたテーマパークの名称であり、フィフスフォースのメンバーが娯楽やレジャーで遊んでいるという体裁である。各ミニゲームはメンテナンスの最中でもプレイすることができる。その場合、スコアはメンテナンス終了後に手動で送信する。 毎日ログインするだけで、レアダイヤ強化ポイント、各種エリクサーやプレゼント用アイテムが入手できる。その際に、キャラクター一人がランダムなコスを着用して、ボーナスを隊長に手渡す演出が見られる。ログイン日数によって入手できるアイテムは決まっており、直近10日間のものは、画面から確認できるほか、主要な日数で得られるアイテムは、メニュー、 ログインボーナス報酬確認ボタンより確認できる。日付の変わり目は毎日午前5時である。新規プレイヤー専用の新人隊長さん専用、スペシャルログインボーナス、長期未ログインからの復帰プレイヤー専用のカムバックログインボーナスもある。キャラメルとスピカの名を冠する結番チームの一つで、ゲームスタート時点で解散している。 実はティエラが選抜するメンバーを間違えてしまいできたチーム。そのため結成後すぐに解散しているココナッツベガ。ココナッツとベガの名を関するチームで妖魔の中でも巨大で強力な九州妖魔との交戦を担当しており、作戦立案をアコ、統率をハズキ、緊張緩和を両子、先駆けをまり、止めの一撃をイミナが務めるという協力体制が持ち味。 戦闘服のデザインはビキニ姿に迷彩を合わせたサバイバル風のお揃い系。プロシオンプディング。プロキオンとプディングの名を冠するチームで、第01チームキャラメル、スピカの任務を引き継ぐ公認として急増されたことから、当初は適正やまとまりが不安視されたが、徐々に成果を上げている。戦闘服のデザインはメイド服風のお揃い系。ちなみに、 神層メモ家においては使用装備に楽器を思わせる、衣装が施されている。ビスケットシリウス。ビスケットとシリウスの名を関するチームで、史上最強を自負する。戦闘服のデザインは何かしらの翼を備える、共通点以外は、おのので異なるファンタジー風。アーモンドフォーマルハウト。アマンドとフォーマルハウトの名を関するチーム。日本人以外で構成されており、 戦闘服のデザインは、それぞれのルーツを思わせる特徴を持つ、共通点以外は、おのので異なる、民族服風。ゲームスタート時点では活動休止中であることだけが、エピソード愛で語られるのみだが、もともとは、セレーネによってスカウトされた、別のエテルノでのフィフスフォースであり、エピソード2にて、他のフィフスフォースの敵対者として、本格的に登場した後、新たな仲間となって、 活動を再開した。このような経緯があることから、元はマンド・フォーマルハウトなどと読み書きされることもある。アルタイル・トルテ。アルタイルとトルテの名を関するチームで冒頭で、プレイヤーが隊長として任命される。戦闘服のデザインは形違いのビスチェドレスのような、未来 SF 風の順お揃い系。シュカロット・ミラ。チョコレートとミラの名を関するチームで、 マザーズに次ぐ27人目からのキャラクターとして、リリース後の更新にて登場。全員が五両館学園の生徒会役員で構成されている。戦闘服のデザインは、各々で異なる和服風。グループ対抗戦ではユイ、ホタル、アが変更生3人組で参戦した。デフォルトの第2.034.06チームに次ぐ21人目からのキャラクターとして、 リリース後の更新にて、プレイアブル化されたメンバー。戦闘服のデザインは、おのので異なる。ちなみに、ゲーム内コンテンツのアザーズ枠はモルガナが加わるまでは1枠だったが、モルガナが加わった以降は1枠は、モルガナ、サチコ、アカラ、サオリ、ヒナ。2枠は長らく実質、ティエラ先生の単独枠となっていたが、2019年6月28日より、 小春が正式参戦により、ティエラ先生の左隣に、小春が配置とされた。2020年7月1日より、緑が正式参戦により左から、小春、緑、ティエラの順に配置されている。自社のオリジナルスタッフが手掛けた完全新作を歌っている。キャラクターデザイナーは、佐賀に秘宝伝説語デス・オブ・ディスティニー。 佐賀三時空の覇者シャドウ・オア・ライトなどを担当した小林元で同社では異例というキャラクターありきでストーリーや設定は後から決められた。新コスチュームの配信が恒例となっている期間限定イベントのテーマには何でもありを掲げておりサッカーのユニフォームなど予想の斜め上を目指している。無印はスクウェア・アイニックス自身関連のコラボないは 他者関連のタイアップである。ガチャなどで入手できる追加コスチュームやアクセサリーによる、着せ替え遊び的な要素があることから、女性プレイヤーからも支持されているという。アニメ版プロデューサーの大沢は、特に、3D キャラクターとしての可愛さを高評価しており、姉が先ねねぐらい、以来と述べた。スクールガールストライカーズラジオチャンネルのタイトルで、 おといず泉にて2016年12月27日から2017年4月4日まで毎週火曜日に更新されていた全14回のインターネットラジオ番組。後発のアニメのプロモーションがメインのため番組公式ウェブサイト上のキャライラストはアニメ版のものが掲載されている。以下の記述は突起がない限りは番組配信サイトの記述に基づく。メインパーソナリティは 住原佐とか、役の日高里奈と西森真奈役の小倉ゆ衣の2名。第7回には、宮松梅役の石原香織。第14回には、夜木沼ぬまい役の沢城美雪がゲストとして、収録に参加した。主なコーナーは、以下の通り。スクールガールストライカーズアニメーションチャンネルのタイトルで、JC スタッフ制作のテレビアニメ。2017年1月から同年4月まで。 テレビにおいては、東京 MX、3テレビ、KBS 京都、BS11、ATX にて、インターネットにおいては ABEMATV、D アニメストアにて、全13話が放送及び配信された。キャッチコピーは、これが、私たちの学園生活。及び、これが、私たちの学園生活。原作側との相違点としては、体調に相当する。 第三者視点のキャラクターが存在しない、第06チームアルタイルトルテを主役に据えた、物語構成、妖魔が基本的に旧式妖魔のみの扱い、割り切りによるエピソード2の一部キャラの未登場、などが挙げられる。制作発表会の席では、プロデューサーの大沢信広が企画とは関係なく、以前より、個人的による気のない糸口をしで好んでプレイしていた。 ことを暴露して出席者を驚かせると同時に、そのような経緯から、ゲーム版プロデューサー、水町との関係を、創始総愛、アニメ版アズマンが、大王以来の関係となる西寄りの監督企業を、可愛い女の子を描かせるなら彼のように思ってのこと、などと語った。その他、キャラクタードラマ CD 単体による展開、共通の世界観にて、オリジナルキャラクターが、 主役の音楽ゲーム。開発は、サイバーエージェント参加の R、フォースエンターテイメントが担当する。2017年8月31日サービス開始。2018年9月13日をもって、オンラインサービスを終了。同日より、オフラインプレイ用の保存版アプリが配信された。さらに2019年3月18日に、ツイッターのスクメロ公式アカウント、 および各メンバーのアカウントも削除された。漫画、月刊サンデージェネックス2018年2月号から8月号まで、青いひなふとしによるコミカライズが連載された。ラジオ、アプリコット、レグルスのメロメロラジオのタイトルで、2017年10月7日から12月30日まで、超、A&G にて毎週土曜日16時30分17時で配信していた。AG、 ON プレミアムでは、同年10月9日から2018年1月1日まで、毎週月曜日に更新していた。パーソナリティは、篠宮明香里役の富永美森、藤代渚役の秋田地理、桐原霞役の宮崎玉子、光月真央役の住友美ジェナ、水沢香る役の馬場夏美。スクールガールストライカーズアニメーションチャンネルに関する、カテゴリー。ありがとうございます。